はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ドラクエ6ですね、やっていきましょう。前回、これはもう夢、夢の国ですよね。夢側の国。ここに行ったなんかあるのかな。お、敵が偶然かい。あ、偶然だったね。偶然でございました。あ、スラリ強い。サラリーは土器さんを盗んでいた。おお、そうだ、盗賊でした。はあ、あ、そうか、満月だからレミラーマ。はい、違うわ。レミラーマは昼夜、このゲーム夜ないもんね。しまった、怪しいもの発見だった。しまったね。さあ、じゃあどうすればいいんだろう。ここは何もないのかな。はい、スーパーティンつく。特技でね、火炎の息でいっちゃいましょう。あ、強い。もう完全物理だね、これね。はい、お、486、いいなあ。あら、どうなんだろう。西に行って今夜満月でしょ。ということは宿に泊まらないといけないのか。夜にしろということかな。いっぺん泊まりましょうか、宿にね。スラリン、私と攻撃力変わんないもんね。あ、ブレスか。ちょっとスラリンさん痛いな。おお、大丈夫かい、スラリンさん。道具でね、ゲンとスラリンさん。痛い。ちょっと敵強いかな。経験値も多いね。さあ、じゃあ夜にっていうんで宿屋泊まってみましょうか。はい、ようこそ旅の旅と。165ルートですが、またアモンさんの時のことならないよね。夜にどうしね、夜の暴れん坊。夜の暴れん坊でね、もう本当にね。あ、なんないや。どうなるんだろう。さっきあそこの人言ってたよね。今月、あ、今日、今宵は満月と。あれ？あれ？あの町で何かしないといけないのかな？ハッサン、ヒットポイント227までいってますね。バブさんは宝箱落としてた。重さじゃ宝箱をドッキしそうに？あれ？どうもダメな気がする。というのも、ここで聞いた方がいいね。何もない町だよと。で、いやいや、町の外から来たんですよね。西の岬に小さな島が浮かんでいるのを見かけましたか。いいえ。よかった、今度こそ呪いを遅れないようにしなくちゃと。もう、もし見えたら、しまった、急がなくては失礼と。あ、行っちゃった。あ、これフラグか。西の岬に小さな島が見えてないよ。あら、えらい弱い敵出てきてるね。はい、アモスさん、レベル18に上がりましたね。ヒットポイント6ポイント、マジックパーカー2ポイント。さあ来いっと、2しか上がんないよ。困ったもんだね。いや、どうやって渡るんだ。船かい。いや、ここちょっといっぺん出ましょうか。ここはまだ来るべきところではないのかな。はい、さらには毒気層を盗んでいた。あ、盗賊いたらあれだね、物には困らないね。さあ、じゃあいっぺんここ出ていきましょう。うん、もう行けるとこないもんね。あー、バーニングブレス、名前からしてその通りだな。おお、
スラリンさん、いいね。あ、火の息は大したことないんだ。はい、アモスは戦士の達人になった。アモスは皆殺しの特技を覚えた。達人ということは、あ、まだまだもうちょっとあるね。じゃあね、ちょっと並べ替えで入れ替えましょう。アモスさん外しましょうか。ハッサン、私、スラリン、バーバラっていう感じにしましょうかね。ホイミンもいずれね、出していきましょうか。ここの宿屋気になるなぁ。ここはそのまんまだね。帰りの駅で行きましょうかね。はい、スラリンさん、ちょっとまあダメージ受けるけど、まあでも、悪かないわね。ちょっとヒットポイントが少なかったり、これ見に行ったよね、これ見に行ったよね、見に行ったよね、見に行ったよね、と。さあ、じゃあ、また降りて、どうしましょうかね。あ、しまった。天津子は、ブレスだね。ああ、マジックパワーが。さて、じゃあここは、で、大イグアナね。ああ、いや、もううちのメンツ死にかけてる。はい、ホイミさんレベル17に上がりましたよ。1ポイントが7ポイント、マジックパーが4ポイント。さあ、こういった。1、4、3、2、1、11ね。まあ、せっかく、ホイミさんいるんで、ベホイミとなっておきましょうか。ありゃっと。で、呪文ね。ホイミンさん、ベホイミを。バーバラさんね。ちょっともったいないか、バーバラさん。ヒットポイント本当に低いね、バーバラさんね。こっちは何もないんだね。え、ちょっと待って。西の岬。こっちは西の岬じゃないよね。ここじゃないよね。で、こっちに行って。で、西に行ったら人が帰ってこないと言ってたら、やっぱり、あ、上に行っちゃうからか。はい、マッドロン。買い寝起きで。いいよね、このマジックパワーを使わずに。ねえ。全体攻撃できるって素晴らしいわ。あそこで間違いないんだろうね、おそらくね。あ、結構痛い。あ、バーバラさん死にかけてる。ちょっと待ってね、チャモロさん、あれ持ってる？あ、ザオラの持ってんだね。あ、よかった。これならいつ死んでもいいね。これだね。あれなんでも、南の旅人の道具が、あ、これは効いたね。じゃあちょっと、泊まりましょうか。安いからね。
もう一度聞いてみようか。おはようございますと。こっちだったかな。だね。旅の者じゃなんではいいこと教えてやろう。こっから西の方に行かない方がいいぞ。どういうわけか、人によってはおかしな幻が見えることがあるそうなのじゃよ。第一にいきなり階段が見えた。あの階段は我々しか見えないのか。で、こっちの人は何か言ったかな。はいはい。眠いやっけで眠るのがおっかねえだよ。これ噂だけど、近頃眠ったも死んでしまう病気があるそうだべ。幸せそうに眠ってたのが突然苦しみだし、それっきりっちゅうことだと。で、こっちはない。何もない。じゃあ、やっぱりあそこかな。ああ、そうだね。あそこだね。やっぱあの階段登っていかないといけないと。はいはい。はい、チャムラは舞踏家の忍びになった。チャムラは回し蹴りの特技を覚えたと。ハッサンどうしよう。次の転職ね、ハッサンは戦士にした方がいいのかな。いや、でもね、一通り僧侶はみんな覚えておきたいね。何かあった時にね、回復唱えるのはいいよね。やっぱそこだね。あ、これも言っても仕方がないはず。あ、行った、それ行ったんだ、行ったんだ、行ったんだ。出てきてね。さっき行ったばっかりです。特技で火炎の息吐いちゃおう。あ、楽になったな。デビルアーマーが2人でやっつけるようになりましたね。となるとやっぱりあそこだね。あそこに行って見つけないといけないと。そういうことですね。ウォークマンも懐かしいな。ライブの時にストーンなんだな、なんだっけストーンビーストか、あれも、もうかなり前から出てますよねっていうような、初出がかなり早かったですよねっていうのをコメントでね、いただきまして、確かにその通りですね。もう武道さんの頃から出てますからね。武道さんの時大変でしたけど、武道さんって夢の国の武道さんね、この夢の世界の武道さんですが、だいぶ前ですよね。そうでしたけどね、まだ出てきてましたもんね。もう最近は出なくなりましたが、あら、まだここでも抜け殻兵が出るんだね。はい、止まってみましょうか。高いけど何もないかな。はい、おはようございます。では、行ってらっしゃいませ。こっちじゃないね。こっちじゃないよね。恐る恐る行っちゃったけど。いやー、どうすりゃいいんだろう。まだまだ人と会話が足んないのかな。なことないよね。あんた旅の人だね。ここ、カルカドの村、まあ見てもなんもないとこだよ。風の噂に聞いたのが、まあ、また遊べたそうだな。じゃあ、例えば平和になっても、この井戸は枯れたまんまじゃっと。そうだね。あら、入ったかな。あら、あなたは。ごほごほ、バカなお父さん。幸せの国へ行けばきっと私の病気を治せる薬があるって。止めるのも聞かずに行ってしまったんです。薬を持ってきっと戻るってそう言って言ったのに、ごほごほと。うわー、それはあなたは誰が面倒見んのっていうね。なんと旅人の服を見つけた。はい、特に変わったね。旅人の服って誰か、誰も使えないでしょ。理性の種どうすんだこれ。
使えるけどもダメですよね。全然。後ろの2人はホイミンさん装備できませんね。ソラリンさんはできないね。じゃあ、あと理性の種はね、袋に入れときましょう。さあ、物色して。いや、この子ちょっと。あら、音楽が変わった。これか。これがトリガーだったんだ。あたがすっかりやるになっていたと。うーんとね。はい、いらっしゃい。ここは道具屋の、道具のお店ね。ああ、いいですね。おー、夜になるのか。じゃあ、ここで一度保存しときましょうかね。不思議な浮島が満月になると近くの海に現れるのです。その島に乗ってくる人々は自分たちは幸せの国からやってきたと言います。何の苦労も悩みもない幸せの国、そんな国が本当にあるのでしょうか。今夜も満月、またあの島がやってくるかもしれませんと。生きとし生きるものはと。はいと。はい、ここだね。はい、結構ですよ。はい、確かに記録しましたぞ。まだ冒険を続けられるおつもりか。はい、と。おー、神よと。じゃあね、この辺で割っておきましょう。スーパーファミコン、じゃないわ。スーパーファミコンでやってるわ。ドラクエ6、この辺で割っておきます。どうもありがとうございました。